皆さんお元気でございましょうか。私あのミツマングローブのおじ徳光でございます。おいミツマングローブです、はい、ということでございまして今回ですね2人でナレーションをね務めさせていただきました。変な感じでしたけど、ちょっと変な感じなんですよね。いやでも楽しかった。やっぱりね、 その歌は世に連れ世は歌に連れとね。お前は本当詳しいね。いやもうこういう番組大好きですから私。そうだよね、本当によかった。でもまあ今回オリコンが創刊50年ということで、まあ歌だけではなくその当時の懐かしいその世相のこう VTR なんかもね、いろいろとあったよね、見ながらご覧いただいたわけですけれども、80年以前、つまり1980年以前の映像はほとんどあれですね、僕は実際に関わってたから。50年以上喋ってるわけだからね。すごい。あ、そう、生きて喋ってるわけですから。泣いて最近寝てるわけですから。10年間ね。そうですよね。泣いて寝て。あれですよ、皆さん本当に眠りながらですね、収入得られるのは私とパンダぐらいですから、ね。いや本当そうですよね。パンダだってもうちょっとサービス精神旺盛だと思うんですけど、まあでもとにかくですね、この50年間でなんと1500曲もの1位獲得曲っていうのがあるわけですね、まあ、あらゆるジャンル で、うん、で時代とともにいろんな音楽性もこう変わってきたりとか、うん、はい、そういうのもつぶさに今回ご覧いただける番組になっておりますので、ね、ぜひともね。で今回ですね、うん、スタジオの方で、司会を務めますのは、あの愛しさと切なさと心強さで、オリコン1位を見事獲得していらっしゃいます、そうだよ、ね、涼子ちゃん、篠原涼子さん、涼子ちゃん歌手だったんだよね。その前バラチンの司会者だからね。そして、山口さんとのユニットクズでですね、1位獲得経験が終わりになる宮迫さん、こんなことやる人な、そうです、そして、もう日本のテレビ界の至宝でもあるまさにそうです、ないエンターテイナー、そうですね、酒井正明さん、このお三方がですね、スタジオの方で今回は司会を務めさせていただきます。本当にあっという間の4時間、本当そうだったね。歌のゴールデンヒットは2月13日月曜夜7時から4時間スペシャルでお届けいたします。ぜひご覧ください。